こんにちは、レジャーハウス宮崎です。こちらにいるのはメカニックです。で、今日は、トルクの話をしたいと思います。で、トルクレンチが、まあ、うち今扱ってるんですけど、今いくつか在庫で持っているので、まあ、簡単にご紹介していきたいなと思います。で、自転車を見てもらった時に皆さんが多分、まあ、いじるであろうと思われるのはこのステムの、まあ、スペーサーをね、上げ下げしてちょっとハンドルこう下げたり上げたりとかする時は結構あるかもしれないので、まあ、いじるとしては多分ここはいじると思うんですよ。で、ここのところに、まあ、トルクの表示が書いてあって 5.2nmマックスって書いてあります。これニュートンメーターって意味なんですけど、まあ、この値を超えないようにしてくださいっていうのがまずここに書いてあります。あと、まあ、一番多いであろうと思われるのはサドルの高さですね。変えるときに、まあ、このシートのクランプを締めると思うんですけど、ここにも書いてあります。で、この自転車の場合だと、7ニュートンメーターがマックスなので、まあ、これ以上敷地超えないでくださいというふうになっています。まあ、多分こことここが一番多いかな。まあ、こっちをいじることはあまりないと思うんですけど、まあ、この2点ぐらいが多いので、まあ、自分でちょっとこう調整したいって言った時には、このトルクを超えないようにネジを締めていただく、まあ、ボルトを締めていただくっていう必要があります。で、今当店で取り扱いのある、トルクのレンチとしてはこの、まあ、トピークのトルク5、これは比較的値段が求めやすい2400円ぐらいかなですね。で、ここに書いてある5ニュートンメーターで止まりますよっていう風になってます。これが一つで、もうちょっと携帯性に優れるっていうことだと同じくトピークのナノトルクバー6ニュートンメーターで、これはいくつかそのこのトルクの値が違うのが用意されていて、今4、5、6と一応ありますが、これちょっと店に在庫があったのは6ニュートンメーターですね。で、まあ、中身はこんな感じなんですけど、これまた後でご紹介します。で、まあ、今日入ってきたのがこちらの、まあ、レザインの、まあ、トルクドライブというので、まあ、結構しっかりとしたケースの中に、まあ、このようにですね、入ってます。まあ、こういうのを、まあ、そのサドルバッグとか中に入れといていただくと、まあ、きれいに収納できるので、まあ、こういうケースがいい人はこういうのを選んでくださいと。これちょっと値段が、倍ぐらいですけど、まあ、6490円ということで、まあ、それぞれのちょっと使い心地をですね、ご紹介したいと思います。例えばこのステムのとこだと、ちょっとこう緩めておきますけど、こうやって緩めていきますね。そして、で、まずじゃあこのトピークのこのタイプ、これからご説明すると、ここがね、爪になっているんで、この爪をパカッて上げてあげると、こういうふうに4種類入ってます。で、4番5番6番のヘクスのタイプと、あとこれはトルクスの25かなが入ってます。で、ここは今4番なので4番をまず取ります。で、カチッと締めてあげてここに装着してあげると。で、あとはここを、まあ、通常通りこうグッと、だいたい均等になるようにグッと握ってあげると。で、最後にこのタイプはグッと締めるとカチッとこう音がします。で、このカチッと音がして、それ以上トルクがかかんないように、まあ、制御すると。これがトルクキーの、まあ、使い方ですね。こっちも同じようにっていう感じです。で、使い終わったらこれ取ってもらって、ここに戻していただくと。で、ここも結構
収まりがいいの でなんか多分なんか磁石っぽいのがついてるからここで固定されてるのになんか起こったりとかもしないし、まあ、このケースでカチッと固定するので、とりあえずこの1本持ってもらえば4番5番6番とあとトルクスが使えるので、まあ、これで結構ことは足りるかなと思います。それでこちらの、トピークナノトルクバー、これについて紹介します。でここのところの、カバーをどっちだっけな、こっちか、開けてあげるとまあこういうふうに、入ってるんですけど、この、トルクをね、規定するこのボルトを、まずここのところに、差し込んでこういうふうに止めてあげます。そして、今度このねシートのクランプのとこ止めるんですけど、これが確か、5番かな、5番をセットして、でここに差し込んであげてグッとねじってあげる。でこうちょっとピキッて音がしてるの分かります？このこうピキッて音がすれば基本的にはこれで固定されてます。つまり、トルクが超えるとここのところがまあこういうふうにスライドするようになってて、それ以上トルクがかかんないようになってます。でここ一応7ニュートンメーターなんで、まあ6ニュートンだったらちょっと少ないですけど、まあとりあえず6ニュートンあれば基本的には大丈夫なので、とりあえずはこれで固定してます。でこれはちょっと便利な機能があって、ここのところの黒いボタンを押してあげるとこういうふうに、内側のね、収容スペースが出てきます。で例えば今使ったようなものをここに入れといてあげて、これも閉めてあげると。であとここに、まだ同じく収納スペースがあるので、このトルクのね、規定するものを入れてあげると、こういう感じで、持ち運びすることができます。でここの式位置は、456とニュートンメーターで、別個で売ってますし、あとは最初から3つセットになっているものもあったりするので、この辺はこれだけ買えれば、他のトルクにも対応できるので、まあ、付属品を使っていただいて、ご利用いただくと、まあ、便利かなと思います。でまあさっきちょっとご説明し忘れたんですけど、まあトレックからも一応この5ニュートンメーターだけできる、トルクベンチっていうのも一応販売されていますが、これはね4ミリだけですね、ここだけです。まあ一番使うのは多分4ミリのものなので、でこれは先ほどと同じように、まあ、差し込んであげて、こっちかな、まあこれで固定しますよっていう感じになってます。まあ音がして、まあ、止められるというので、まあ新しいバイク買っていただいて、シートマストキャップがついている自転車とか、あとここのシートがこれはアルミですけど、ここはねカーボン素材のシートのピラーを使っている場合なんか結構ここの締め付きでここのピラーが割れちゃったりする時があるので、まあ、そういうのを防ぐためにトルク管理を必ずカーボンバイクに関してはしていただきたいんですけど、その時にはこれが付属でついてきますので、まあご心配いらないんですけど、まあ一応こういった5ニュートンメーターのトルクレンチも一応トレックから出てます。でそして最後、これ、レザインのトルクドライブっていうタイプなんですけど、こっちは、ここにね刻んであります、トルクがね。で、ここに穴が開いていて、まずここの黄色ゴールドの棒にこう矢印が書いてあるので、
矢印をまずずらしていただいて、ここの穴に入れてあげます。でその後これでネジ止めてもらうと、じゃあこれがこう動きます。だからこう持ってもいいし、まあ、こういうふうに持ってもいいんですけど、一応これがあの持ち手になります。でここにあるように結構これはね、あのたくさんついてます。フィリップス42と、あのマイナスドライバープラスドライバー、まあ、ヘックスの2、2.5、3、4、5、6でトルクス10、25、35と、だから今までのそのご紹介した中よりもバリエーションがまあたくさん入っているので色と使えますと。で今回は同じく4番なので4番使います。で4番ここ差し込んで同じくマグネットになるのでこれで入れていきます。で、まあ、ここでグッと回していただくんですけど、これ回した時にちょっと細かいから見えるかな、こう少しねこの、字がね動くの動く、分かります？グッと動いてるんですよ。で一応ここの値で止めてくださいっていうことなんです。だからちょっと一回これ抜きますけど、緩めますよ。これでこれは緩められます。で通常のトルクレンチは緩められないんで必ず他のものを使っていただきたいんですけど、これは緩められるのでグッとねじ込んでもらって、最後のところでどこの辺で締めるかって止めてあげるんですよ。で抜いてあげるという感じ。ちょっと細かくこれね、あのカメラの問題でこうフォーカスが当たらないんですけど、一応こうね、ラインがついてて0から10までついてるんですよ。でその上のところもラインがついてて、これは回すとこれはスライドしてその数字のところに行くんですね。でそこは一応指定トルクのところなんで、そこまで行ったら抜いてもらうと、まあ、力抜いてもらうと、まあ、トルクはそれ以上超えないですよっていう使い方になります。でこれはあの緩められます。さっきもお伝えしたようにあのボルト緩めていただいて大丈夫です。さっきのまではやはりトルク管理が必要なので、緩めないでください。必ずこういった違っこの通常のやつであの緩めてもらって、締めるときだけ使っていただくと。ただこれはあの全部これで一通り使えるので、これはそういう意味ではすごく便利だと思います。で、まあ、この持ち手も結構しっかりとしているので、まあ、こう持ってもらってグッと力入れてもあのなんかよれる感じがないっていうのが、まあ、このデザインのあのよくできているところじゃないかなと思います。で今日はこのトルクのね管理について、まあうちに今在庫してあるものね、まあ、大体この4種類これご紹介しました。でネジっていうのはやっぱり締めすぎてもダメだし、逆に緩くてもダメなので、まあ、適正なトルクで締めていただくっていうことが大切です。で今まで、まあ、結構ね僕の腕がトルクレンチだみたいな方結構いて、この加減でね締めてらっしゃる方結構多いんですけど、まあ、ある程度熟練のスタッフになればこの加減でやれば、まあ、大体これぐらいでしょうっていう経験値で、まあ、できるんですが、まあ、やはりあんまり慣れてない方なんかは実際にこういった道具を使っていただいて適正なトルクで締めていただいた方が、まあ、より安全に止められるので、こういったトルクレンチを使うことをお勧めしています。で特に僕らが今このご紹介しているのは携帯用の、まあ、ツールですので、まあ、ちょっとこうライド中に、サドル上げ下げしたりとか、まあ、ちょっとハンドルがガタが出ちゃったので締めたいなんて言った時には、まあ、これのうちのねどれか一つあれば、まあ、適正なトルクで止められるので、とりあえずこういったものを1個、まあ、持っておいていただくといいかなと思います。で僕らが業務で使っているパークツールのものとか関してはもう1万円超えたりとかしてくるの で、まあ、いろいろと、ね、微調整もできるし、その使えるこの先っぽの、ね、数も非常に多いんですけど、まあ、実際に僕そのライドで使われるのって多分 4を使うぐらいだと僕は思うんですけどね。
まあ、車種によっては、まあ、あのトルクス使ったりとかする時ありますけど、だいたいヘックスで4ミリぐらいが一番多いので、まあそういう意味では、まあ、正直これ1本持ってて十分かなという気もしますが、まあ、使い勝手であとはまあ好きなの選んでいただければなと思います。で、まあ、トルクレンチは先ほど申し上げたように、あの締める時には使えるんですけど、緩める時には基本的に使わないでほしいと言われてます。ですが、あのこれだけね、これに関してはあの締めても緩めても両方使えるっていう話だったんで、まあ、ちょっとそういう2個持つの手間だっていう方なんかは1本であの全て揃うので、まあ、このデザインのちょっと価格は張りますが、まあ、ケースもついて、まあ、便利なので、まあ、こういったものをお持ちいただくといいかなと思います。で、今日は、トルクの、お話をさせていただきました。まあ、何かね気になることとかありましたらコメント欄にまた書いておいていただければなと思います。Thank you.